はい、皆さんこんにちは。今日も明日も明後日も実践あるのみ実践系英語一番の坂口社長です。今日も元気よくトイックパート5対策の問題やってまいりましょう。今回扱う問題はこちらの問題です。まず最初の段階はプロフィタビリティです。このプロフィタビリティというのは収益性という意味の名詞です。語源の成り立ちはプロフィット利益っていうのがありますよね。でプロは前、フィットは進めるということでした。ですので収益が上がるとどんどん事業を前に進められますよね。そこから来ているのはこのプロフィットということなんですね。そしてそれにエイブルがついてますけども、それはプロフィタブルという形容詞が元になりまして、これで収益性の高い、つまり利益を出すことがエイブルできるということですよね。それの名詞形がこのプロフィタビリティということになります。はい、すべてセットで覚えていきましょう。選択肢も見ておきましょうか。一つ目は oversee なんですね。この oversee というのは他動詞で何を監視するという意味なんですね。 over というのはこう何かをね覆ってるようなイメージなので、全体を覆うように見るというところから監視するという意味になるんですね。そのイメージで覚えておきましょう。はい、ということで oversee 何を監視するでした。もう一つ depreciate も見ておきましょうか。この depreciate というのは何々の価値を下げるとか、あるいは自動詞で価値が下がるということなんですが、成り立ちは D は下へですよね。もう何度も出てきたので皆さんご存知でしょう。そして appreciate の部分はプライスに似てますよね。値段、そうです、値段をつけるという意味の語源なんですね。ですので下に値段をつけちゃうわけですから、値段を低くするということですから、価値を下げる、あるいは価値が下がるということなんですね。反対語は appreciate です。 appreciate はその逆で、何々をありがたく思う、何々を評価するということなんですね。アップの部分は何々へという意味を語源に持つ部分で、そしてプリシエイトは値段をつけるですから、何々に値段をつけるというところから評価するという意味につながるんですね。同じアプリシエイトが何々をありがたく思う、何々に感謝するという意味で使われますが、それももともとは価値を感じてるからありがたいという気持ちにつながるから、何々を評価する、価値を感じるというところから何々をありがたく思うという意味につながったんですね。よく I appreciate it というふうに言います。私はそれをありがたく思うということですよね。 Thank と間違わないようにしてください。 Thank というのは後ろに人が来ます。人に感謝するのは Thank、 物をありがたく思う感じるのが appreciate ですから、ごっちゃにしないようにしておきましょう。はい、ということで depreciate でした。はい、それではこの問題、京都一番安く解説を加えるコーナーです。The finance department is responsible for Kuran and managing the company's budget to ensure profitability となってます。じゃあ、構文見てまいりましょう。はい、こんな風になってます。財務部は4以下の責任があるということですね。はい。じゃあ、皆さん復習の時間でございます。Responsible、 責任があるというのは A で始まる単語でも書くことができましたよね。同じブルで終わってるやつです。はい、そうでした。 Accountable でした。 Be accountable for とか Be responsible for、 これで何々の責任があるでしたね。マーカーで塗っちゃいましょう。はい、さあ、そして4以下ですから当然後ろ、前置詞の後ろなので名詞的なものが来るんですが、アンドの後ろを見ると ING が来てますね。ということは A&B と考えたときに B の前の A の部分も ING が来るっぽい。選択肢見る全部 ING、 これでは判断できない。じゃあ意味かなということになるんですね。はい、じゃあこの4の後ろ、空欄の中身を見ていきましょう。はい、こんなふうになってます。 Ensure profitability からいきましょうか。まあ、確かなものに円するということですから、確保するということですね。収益性を確保する。収益性を確保するためにその会社の予算を A して、そして管理するということですね。だからこの管理するというのと並べられるようなものを A に入れればいいということになるでしょう。はい、じゃあ収益性を
確保しようと思ったら、その会社の予算を何をして管理するんでしょうか。見ていきましょう。予算を無視したらやばそう。はい。リガードみなすの反対ですから、みなさない、無視するでしたよね。ミスマネッジ、これは管理を誤るということですね。ミスは誤りを表す接頭辞。管理を誤っちゃったり管理したりする、ちょっとこれも良くないでしょう、ね、こういう無視したり管理を誤ったら収益性は確保できません。はい。次、depreciate、 下に値段をつけるというところが来てるんですよね。価値を下げてしまう、会社の予算の価値を下げちゃったらダメですね。はい。ということで、ちゃんと見渡しておくと、監視しておくということですね。はい。ということで、監視するという overseeing が正解でした。はい。それでは知識が定着して、リスニングやスピーキングにもつながっちゃう音読のコーナーです。The finance department is responsible for overseeing and managing the company's budget.ちょっと長くなるから切りましょうか。 To ensure profitability。 はい。じゃあ前から未確認、財務部は責任がある、何の？監視したり管理したりする。何を？その会社の予算を何のために？確保するため、収益性を。この順番ですね。この順番で理解できればもうあなたはネイティブ。それでは音楽スタート。The finance department is responsible for overseeing and managing the company's budget to ensure profitability. The finance department is responsible for overseeing and managing the company's budget to ensure profitability.The finance department is responsible for overseeing and managing the company's budget to ensure profitability. The finance department is responsible for overseeing and managing the company's budget to ensure profitability.The finance department is responsible for overseeing and managing the company's budget to ensure profitability. The finance department is responsible for overseeing and managing the company's budget to ensure profitability.The finance department is responsible for overseeing and managing the company's budget to ensure profitability. The finance department is responsible for overseeing and managing the company's budget to ensure profitability.Good job!